お疲れ様です。ピケールヘルメットがないし、フグはこんなんだわ。雑になってますね。雑になってますね。忘れただけ。今日はマスクの検証ですね。キャー、かわいいなぁ。キャー、かわいいなぁ。最近話題のね、マスク。アベノマスク来たんだよね。そうですよ、アベノマスク名古屋市内配られ始めて、まあこれちょっと社長のやつ借りたんですけど、俺んち来ない、来たんだ。まだで。まだ来てないです、僕。まだ来てない。多分名古屋市内ぐらいじゃないですかね、多分。あ、本当。はい。職人と、まあ現場管理とかアシスタントとかやるんで、あのマスク工事の時にあのマスクをしたらどれぐらいやっぱしんどいか、あのなんか中国であれでしょ、何百人か小学生かなんか死んだでしょ。そうですね、マスクで体育した子らが死んだんですけど。あ、そうそうそう、運動でね。3人ですね。何百人も死んで、3です、3、ワン、ツー、300人3人300人じゃなかったっけ。だって運動するときはやっぱマスクして、小学校生がなんか走っとったかなんだよね。そうですね、体育で走ってて死んじゃったみたいで、酸欠かなんかで、うん、それだけで死んじゃうっていうんで、まあ、今足場でも今ゼネコンでもできるだけマスクは外しなさいよとか、そう、苦しくなったらもう外してください、定期的に外しなさいよっていうふうに、うちもまあ強制はしてないんだけど、まあどう、実際に仕事しようと、足場一番いいじゃん、運動系じゃん。偉いですよ、やっぱり呼吸、吐く息が取り込むときに新鮮な空気取り込みたいじゃないですか、うん、あ、でも俺マスクしとると吐いた息が臭かったとしてよ。実際にちょっと今日じゃあアベノマスクって布マスクじゃないって、布マスクですね、うん、とまあ通常の使い捨てで、それプラスこれ、ちょっとこれ防塵マスクっていうのかな。もうこれやばいかもしれない。これもうガチですよ、なんかもうここパカッて開いたらもうフィルターみたいなの入ってて、もうガチのフィルター こんなに、これ何、通気口みたいな、これなんて言うんですかね。あ、これもフィルターが入ってるんだ。通気口じゃないのそれ、あの息吐いたらパカッて開いて、はい、えすごっ。そうで、吸う時も反対に開いて、もうあれじゃないか。あ、そうなの、便みたいな。そうそう、ここにも、あ、ここにもあるんだ。そうそう、あ、だって吐く時はこっちから出るんちゃう。そうそう、両、こっちから、吸う時しか出入らんじゃん。あ、へえ。吐く時はこっちから出るんだな。めっちゃ本格的ですね、ガチの防塵マスク、これマジで2500円くらいで、俺見たら、ちょ、2つはいらんかったちゃうかって言って。まあ、あの被験体は多い方がいいと思うんで。実験みたいな。アジと流れるよな。可愛いから優しく。視聴者の皆さん、まだ俺も辛いんだからね。盛り上げだろうと思って辛いんだからね。頑張るって大変なんだからね。ちょっと試してみようか。まずこれがいいかなと思います。そうしようか。まああんまり触ったらなんで。はい。ちょっとこの紙マスクから一遍やってみて、まあ、振動差とか、まあ、エアさとか、まあ、実際ちょっと足場もくるんで、で、まあ、体と相互関係の、まあ、ちょっと大げさに、ね、女性が、はい、上、足場の上上がるくっていう、ちょっとエロいシーンを撮りたいと思いますので、やってみましょうか。あ、いいですか、撮ってもらって。ありがとうございます。僕らはまだ慣れてるんで、もう、こんな違和感ないけど。ちょっと足場も。いや、これ結構えらい、なんか息が上がった時にもうめっちゃ呼吸しづらいですね。なんか本当に確かにそうだよね、マスクしちゃうとね。はい、もうえらい、なんかそうですね、大げさにやったら、いやマジでちょっと大げさ、本当に偉そうだけど、なんか本当に呼吸しづらいです、本当に。だから暑いしマジで、動画的にやってない、動画的に、いや持ってないですよ。ちょこっとやってまおうか。じゃ仕事して喋るのがマスクしたらマジでしんどいなと思います。喋、ね、るだけのがしんどいと思う。あ、マスクしとると。はい。どう？そんなに気にならん？もう慣れてますもんね。もうここ2ヶ月ぐらいだってこんな感じですもんね。あ、マスク。あ、だってもう全然慣れてるもんね。こんなの小学生ぶりとかするの？そうだよな。給食のマスクですよね。給食の時に使うやつだよな。顔面のデカさがバレる。顔面のデカさ。あ、ええやん。ええやん、ええやん。でもさっきのやつの方がやっぱでかいやん。てか、なんか、重たくないですか？なんか、下がり、そう、めっちゃ重たいです。なんか重たい。重たい。あれ、軽いですね。で、これ、すぐ、息吸ってる感じどう？これ多分、汗かいて、濡れたら息しづらい。あ、確かに。めっちゃ吸いそうですね。そうそう。多分これだと、汗全然吸い込まんのっすよ。うん。だけど多分これ布だもんね、汗がどんどん吸収されて息多分できなくなるんですよ、これ。あ、職人がちょっと偉いかもしれないな。ではちょっと1時間ぐらい作業しまおうか、一遍実際に。
そうですね。そうですよ。俺先帰っとくから。ただもうこの時点でもう息苦しいもんちょっと。あ、息苦しい。あ、髪より息苦しい。はい、あ、そう。ちょっとやってもらおうか。じゃあ実際にね。使い捨てと比べたらどうですか、さっきの。使い捨ての方が楽で。使い捨ての方がやっぱ楽ですか。でも職人ってでもあの強がる人間なんで、これでも頑張ってやろうとしちゃう。あー、なるほど。あんまりもうつけたくはないですか、正直。これ以上つけることないでしょ。防塵マスクですね。これやばいね。もうガチのフィルターとかちゃんとついてて、うん、でもなんかこれはちょっと倒れるかもしれない。ちょっと危なかったら言えよ。これは多分普通にやばいです。やばいですか。日中こんなんやっとったら多分本当にやばい。多分死ぬね。まあ一回ちょっと試しにやってみようか。なんかやばめっちゃやばいやばいじゃん。ダースベイダーみたいな。やばくない。今でも息苦しい。でも冷たい風入ってくるっすね。あ、そんなに、うん、冷たい風入ってくる。これだったらもう絶対ウイルス 100% カットだろ。いい、これもちょっと下の方に取れちゃう。大丈夫か。そうなんだ。いい。意外とこれちょっと並んで並んで並んで、これ意外といけるかもしれない。これ結構食ってるのが快適です。絵面がやばい。しかも何言ってるか全然わからない。声がこもりますね。でも空気は結構吸いやすいかもよしよし、実際やってもらおうか。でもでちょっとじゃあ上でやってる時にで営業としてはこうかなだかなっていうのをちょっと入れてよ。はい。でちょっと実際にまあちょっと危なかったらすぐ外して。はい。ね、まあ、ちょっとじゃあ実際に上上がってやってみましょう。呼吸は結構しやすくて、で暑さもあんまり結構にこう蒸れて不快感みたいなのもちょっと少ないかもしれないですね。結構空間があるんですごい。へえ。どうですかこのマスクは。慣れ目。息苦しさとかはどうですか。あれ日が出てね。日があるとこれもこれで偉いと思うんだね。あ、そうですか。今冷たいじゃん。はい。だけど日中だと空気暖かいじゃん。はい。そうすると入ってくる空気が熱いからみたいな。ああ、そうです。はい、どうもー。はい、どうも。今日俺楽だったわ。なんかあんまり登場してないと思うけど最初と最後くらいしか登場してないと思うんですけど、まあ実際あれだね、まあ、マスクってやっぱすごいなと思ったのこれもう声も聞こえんけど防塵っていうかそれ用でしょ。溶接用かなんか。そうそうそう。なんか室内の本当空気吸ったらダメだよ、汚い空気を。そうそう、溶接用マスクだもんな。そうそうそう。だからやっぱ用途があるんだ。で俺さ、俺思ったのさっき布マスク言ってたじゃん、うん、であれってさ給食の時とかに使ったかな。花粉とか治療を防ぐっていうためじゃなくて唾を出さないためのマスクなんじゃない。まあ、そうね。でも昔でも小学校そうやって言われたっすかね。唾を飛ばさないためにつけるんだよって。でも多分そうなんだよな。だって唾を飛ばさないためのマスクだもん。まあそれはそれなりにいいのかな。そうですね。防ぐって言ったらまあこれが最強かもしれないですね。コロナにかからないっていうのですね。これが最強。これ最強だよね。本当にコロナ防ぐだったらもう女性こでももしあれお前境とか行って全員女の子これしとったら面白いですよね。映えですよ。映えって、あの当たり外れがあるというちょっとあれってねマスクマジック。どれがやっぱり一番いい。髪が一番いい。髪が一番いいと思う。なんだかんだなんだかんだなんだかんだ。これはもう恥ずかしいとかそういう点で現実的じゃないです。現実的一番やっぱり髪マスクが現実的だ。しかも俺下で見とってずっと笑えてきたんだけどもう二人とももこもこ言ってるだけで何言っても全然わからないもんね。マジでこれ喋りづらいです本当に。あの俺のインスタの方にあのもこもこ喋ってるやつを下からあのずっと俺カメラで写真のあの動画を撮ったんでまたインスタの方もフォローしてください。二人ともやっとるねインスタ。やってます。塗り替え道場の正規アカウントもあるね。はい。でそこから大体みんな拾えるでしょ。そこ入ってきたら大体わかるんでしょ多分ね。で、そうやってわかりますんであのぜひまたインスタフォローもしてください。そっちの方もまた面白いのが出てますんでよろしくお願いします。お願いします。皆さん変なわけだからマスク買わずに紙マスクでいきましょう。まず手洗い具合がちゃんとできたらいいんじゃないですか。そうですね、それが基本です。それが基本です。いいこと言うやんけ。マスクしてても意味ないんでね、敵じゃなかったら。確かに。大人発言は俺に全然大人発言はお前らが死ぬ。俺そういうとこ、俺最近叩かれてるんだから。いいところ元に差し込む。まあそんな感じです。またじゃあチャンネル登録といいねよろしくお願いします。お願いします。お願いします。またねまた見てね。